合法なって第十一レース永久決勝戦スタートです。内から一番佐藤健太。外から上がった七番の富雄恭平ですが、内から佐藤健太が前を取りました。これで小柳ラインがまずは前を取る格好となりそうです。その小柳が。一週にコーナーからバック。ポジションを上げていきます。四番手以降からは。三番の松本秀信進。四番柏山も上がり。 5番の松本健斗もその後ろ、2番今野は最高尾下げます。まず前段6番小柳前を取って、4番佐藤、後ろに4番の柏山、長崎福岡のトリオです。熊本コンビ4番手、5番手、松本秀之心、5番の松本健斗、後ろに7番の富岡京平沖縄、そして2番岡山の今野大輔最高尾、3対3対1の夫人です。 2周バック、正攻法2番の小柳智則松本秀之進相手に後愛翔の地元で果敢に挑んでいきますかマークは好展開なら裁き伸びというところ注目佐藤健太3番手はこちらもいい動き樫山です4番手からは松本秀之進どの辺りから仕掛けていくのかまずは動きを見せ始めますが小柳が抵抗していきまして残り2周回今度は切り替えて4番手です 松本秀之進は再び、えー、ここで5番手ということになって今野が4番手若干今野が中段切れ目に入って打者を迎えていきましたさあ、サージャンの3コーナーからもうスパートしていきます松本秀之進そして5番の松本健とさらには7番の富尾と続いていくところなんですが番手から1番の佐藤健太抵抗して若干サト、えー松、松本秀之進若干スピードが,がるんだが松本健とはこれで6番手1センターから2コーナーです。 6番小柳、1番佐藤3番手、4番の柏葉かもう一度今度はエンジン全開で5番の松本健とまくってきますもう一度仕事をしようという1番佐藤健と合わせていきます2センターから4コーナーここは踏み勝っていきそうなのは5番の松本健と抵抗する佐藤健ですがまくり切って先頭5番の松本健とゴールイン5番、1番、6番か今年初 V 完全 V でどれ決めた模様です。 松本秀ノ心の力をここは最終的に借りずっとも自ら上がっていった感じ一旦松本秀ノ心を止めた佐藤健斗でしたがこの松本健斗のまくりは止めることができませんでしたまくり3連勝5番の松本健斗そして抵抗した佐藤健太こちらもいい動きでしたが2着の入線3着入戦地元の小柳このまま決まれば昨年12月以来の今年初 V。 来期 s q へ向けて弾みをつける優勝となりそうです決定も少々お待ちください十一レースでした